俺さ、2週間ぐらい前さ、赤坂見附駅のホームでさ、なんか色素の薄い女子高生が俺の方すごい見てくるから、なんかあんのかなと思ったら、ヒッって言われて、あ、これ痴漢と間違われて俺の人生終わったわと思って、もう飛び込んでガンツの世界に行くしかないって思ったけど、姫島さんが好きですって言われて。よかった、鬼滅好きな子やったわーって。色素の薄い女子高生。もうなんか反射的に、ありがたきって言って、だから横のサラリーマンが爆笑してたよ。いや、それ笑うわ。ありがたきって、反射的に言っちゃったんだよ。そんな知らなくても笑うわ、そんな。隣でそんなありがたきとか言ってるやついたら笑うわ。とっさだったから、もうだからダッシュで逃げるか、ガンツの世界線に行くか、どっちかな。